じゃあこんにちは、さゆたかさん、はい、今野球の番組っていろいろたくさんあるじゃないですか。そのあるな、まあ、でも昔ほどはなくなったけどな。そうなんですよ、昔はね、まあ、プロ野球ニュースも今もありますけど、みゆき野球教室って知ってる？みゆき野球教室、みゆき、みゆき、誰なんですかそれ。いやいや、何、昔あったんだ番組は。どこでやってたんですか？なんかね、対談番組なんだけど、ある選手が出てきて、まあ、司会者と、まあまあ野球の話をすると、まあ、これは有名な番組だったんだけどさ、俺らが小さい頃だな。あ、豊さんが小さい頃。当たり前だよ。どなた出てました、有名な方とか。いや、大長島さんとかさ。あ、すごい。金田さんとかさ。あったんですね、あったあった、そういう番組もあった。あ、だからデイリーの今日の試合を伝えるというのではなくて、そうだね、ニュース番組じゃないの。あ、でもそういう対談とか、例えば元プロ野球選手 OB が集まってやる番組って減ってきましたけども、中でも今結構注目を集めているのが NHK の噴煙っていう。あ、まあそれはさ最近ではないよね、もう昔からまあちょっと昔から、はい、俺も出たことあるから。え、巨人に、いや巨人出た、まあ、まあいいんじゃない。まあいいんじゃない。あれ面白いですよね。まあな、まあ面白いよね。そうですよね、まあ、こだわりの番組だよね。そうだ、本当に野球の好きな人たちが、まあまあそうだね、こう見て話してっていう、はい、そうだね。なので、はい、まあ、あちらの番組はいろんなデータに基づいたりとか、いろんな、ね、映像とか使って使えるからな。いいですね、お金出してくれて。いや、お金はあんまりかかってないと思う。でも映像を使うのが、いやだってそれは自分自社が持ってると映像を使うわけだから。そっかそっか、うん、大きいですもんね、局さんが。そう、こっちはね、なぜ別に局とかもついてきちゃうから、こんな豆つるみたいな。いや本当こんな感じなので、うん、映像とかちょっとデータとか使えないんですか、うん、こちらにはなんといっても、まあ、違う違う、うん、映像は使えなくても、うん、視聴者のレベルが違うから俺が言ったことに対してこう映像を作れる人たちがご覧になってるから、ね、今じゃレベルが違うから、まあ、こっちのレベルすごいよと、あっちのこっちの見てる人のレベルが違うから、うん、ね、大体視聴者数同じだと思うんですけれどもね、視聴者もでもこちらにはやっぱりこの、ね、スーパーカートリオとしてやっていた、なんて言ったって豊さんというデータがあるので、豊さんの独自の、でもあっちのも専門職で呼んできてるからね、うん、そうだったそうだったまあでも負けないぐらい頑張りますよ、はい、ということでちょっと豊園ということで、はいはい、ちょっと焼肉屋さんみたいですけどこっちは、ね、豊園ということで、はい、今日のテーマは2番打者2番打者いきましょう、はい、まあ豊さんが現役の2番打者から今の2番打者ってやっぱ変わってきてるじゃないですか。やっぱね、うん、2番を打つってすごく難しい作業だったんだ、はい、昔はね、昔は、はい、今は、うん、例えば長打を打てたりだとか、うん、もうバントなんかしなくていいから、うんうんうん、もう2番で返してくれみたいな、はい、そういう野球になったよね、はい、で昔の2番っていうのは、うん、最近って言ったら最近でもないけど、うん、河合とか、あ、ジャイアンツの、うん、はい、バントの名手とかね、はい、あとは正打、あ、カープの、カープの、はい、だからまあ正打は足もあるよね、うん、で河合はあんまり盗塁はしなかったんだけど、うん、もう細かい作業、うん、まあ、例えばバントができたりだとかエンドランができたりバスターエンドランができたりだとか、はい、右打ちができたりだとか、うん、そういう、まあ、器用なバッター、はい、まあ、宮本慎也もどちらかというと2番タイプだよね、うん、はい、だから野球のその打線の中の頭脳と言われた人、守りについたらキャッチャーが頭脳っていうふうに言われるけど、まあ、打線に入った時にその打線を操る、繋いでいくのが2番打者って言われてたんだよ。はい、でこれは一つのデータから崩れていったよね、うん、例えば、はい、バントをしてスコアリングポジションにランナーを送ると得点力が上がるというふうに昔は勝手に思ってた、はい、それでクリーンアップに回してクリーンアップが返すという、うん、そういう野球だったんだけど、現在ではもうとにかくバントなんか一つアウトを上げるなんかもったいないっていう、うん、で比率を考えると3点いくつなんだよね、得点力、得点、だから送っても送らなくても同じような数字が出たわけよ。あ、そうなんですか、ね、うん、それいつ頃ですか。いつ頃かな、もう20年近く、あ、前になります、もうになるかな、20年、20年も経たないかもわからないけど、はい、まあそのセカンドで送りバントしたケースと、うん、打ってったケースでは、うん、得点力っていうのは、はい、そんな率的には変わらないんだよ、うん、そしたら打った方がいいんじゃないかっていう説なんだよね。あ
とメジャーでもその2番最強説みたいな感じで言われるようになって、で日本もやっぱりそれをどっかのチームがやり始めたのっていうのも一つあるんですかね、うん、そういうの、まあ、あるだろうけど、まあ、昔ってさ打線を組んだ時に、はい、もう下位打線なんていうのさ、うんうんうん、7、8、9なんて、はい、もう鼻くそみたいだったいや本当にそうなんですね、いや本当本当、だから上位打線で点取るしかないっていう、うんうん、で下位打線から上位につながったら大量点になるよっていうのは、うん、もう昔の野球なんだよ、あ昔の説なんだよ、はい、でもまあ今もそうなんだけどさ実際の話ね、はい、でも昔の野球ってさ本当にね7、8、9なんて鼻くそみたいなバッターがいたんだよ、うん、はい、だから上位で点を取るしかない、確実に、だからいわゆる1番から6番まででってことですよね、大体そのぐらいで取るしかなかったんだよね、下位打線で取った、えーみたいな、はい、だからキャッチャーなんていうのはもう2割でいいからホームラン打ってくれみたいな、だから山倉さんとかそう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 、まあ意外性だから評価されたんだよ、はいはい、だから昔のその技術、うん、選手の層、はい、それを考えた時に、うん、やっぱバントでしっかり送っていくしかないっていうようなね、うん、そういう野球だったんだよ。豊さんが太陽にいた頃って2番って豊さん打ったりとかってもうしたことあるよ、若い時に。でスーパーガトリンの時は加藤さんが2番を打ってたりとかね、はい、したけども、ただねピッチャーの質、はい、バッターの技術、うん、あのなんて言うんだろう、各チーム2人ぐらいやっぱりエース級がいたよね、はい、例えば江川西本とかさ、うん、ね、北別府大野とかさ、うん、各チーム結構そうそうたるピッチャーがいたんだよ、うん、だから1点差勝負が多かったんだよ、だからこう対応では遠藤さんとか、はい、秋代さんとか、まあ秋代さんクローザーだったけど、まあ、遠藤さんが、ね、うん、いたし、まあ、大体そういうエース同士が投げ合うと1点差勝負なんだよ、はい、まあ1対0、2対1、3対2とか、まあ、大体そのぐらいのスコアだったから、うん、そしたらもう確実に送って点を取っていくしかなかったんで、そういう野球だったんだよ、はい、でホームランも出にくかったし、うん、ボールも飛ばなかったし、うん、で今はあれだけの速いボールを投げるピッチャーが揃ってきて、はい、もう一発勝負が多いんだよ、うん、ホームランで決まる野球がね、はい、だから2番にもうバントなんかやってるよりも、うん、いやそれよりはホームラン狙ってこいっていうことだ、うんうん、一つの送りバントをしてワンアウトを上げるんだったら、うん、打たして可能性、はい、一人で1点取ってくるかもわからないじゃないかっていうことなの。ああ、なるほどね。だから同じ確率だったらそっちの方が確率的にはなんか可能性はあるよね。だから野球がやっぱ変わってきてるということと、やっぱピッチャーの質も変わってきてる、はい、あとはやっぱ下位打線もある程度技術のあるバッターたちが揃ってきてるということだよね、うん、だからバントする必要はなくなってきてるということ。ああ、そうか、うん、だから巨人でいうと本当に昔のクラシックな感じの2番打者っていうのは河合さんぐらいでもう終わってるんですか、その後って。いや、その後、まあだいるよね。あ、まあ、いるのはいるだろうけども、はい、まあ、代表的なのはなかなかいない、ね、そうですよね、うん、で豊さん最近のやっぱり2番打者、うん、いわゆるその打てるし、うん、足も速いし、うん、ってなると誰一番上げます、うん、だからまあ菊池なんか適任だよね。右も打てるし、勝負も決めれるし、はい、バントもうまいし、はい、プッシュバントもうまいしみたいな。でもやっぱりどこかちょっと河合さん的要素も残りつつあるってありますよね。例えば柳田選手とか、まあ、今2番打ってないですけど、うん、柳田選手、あと坂本選手2番はどうですか、うん、あのパターンは。まあ、坂本はやっぱりよく考えてる、野球を知ってるもん、はい、まあ、宮本的2番だよね。あ、やっぱここは右に打った方がいいとか、うん、ここはいや俺がチャンスを広げるために引っ張った方がいいとか、はい、うん、だけど俺が2番に入った時に流していい当たりして帰ってきても、うん、バッティングコーチなんかお前何やってんだお前みたいな、え、言われたんですか。言われるよ、引っ張れよって、はあ、ランナー一塁の時、はあ、絶対一塁が抜けよみたいな、うん、そんなことはもう2番に入っただけでやる作業とか考える作業がすごい多かった。あ、そうなんですね、うん、今はもう自由だもんね、うんうんうん、打っていく方向も、はい、うん、だから野球がすごく淡白になってる。あ、今の方がですよね、うん、でもそれはやっぱピッチャーだよね、うん、佐々木朗希、うん、ね、ランナー一塁、はい、一塁が引っ張れて、引っ張れないよ、あんな球引っ張れないからって、だそんな引っ掛けることはできても、うん、引っ張れないよって。じゃあ例えば佐々木朗希と
投手が先発だった場合、1番が出た時の2番バッターは昔のようなこの何でもできるそのバッターの方がいいのか、それとも現代の何もやらせてくれないからバントも無理だ。バントだってやるの必死だよ。打ち上げちゃったりとか、もうバントで三振しちゃうんじゃないかって思うぐらいの。そうか、千賀だってそうだよ ね、 でね、あんなお化けフォークして来てバントできるかってできないよね、うん、だからピッチャーのレベルもものすごい上がってんだよ。だからそれだったらもう最初から打ちに行った方がいいんじゃないかって。これねパワプロでね、はい、オフに選手権があるんだよ、うんうん、ありますね。あるでしょ、はい、それに解説で呼ばれた時に行った時に、うん、一番ビシエドとかさいやとか並んでんだよすごい、ね、一番村上とかさ、はい、一番外とか、はい、並んでんだよ、うん、もうね、うん、とにかくイニングが5回だから早く回そうとしてるんだよね、うん、それ打てるバッターを。これは一つありだなと思った。どんどん使っていくってことですね。どんどん、まあ、その打順を回していくという、うん、だから一番はとりあえず足の速くて出塁率のいいバッターを置くのが一番いいんだろうけども、うん、でも2番からはもう強打者を最初に並べるみたいな。例えばヤクルトだったら、うん、まあそうだな、足も使えるから山田哲と村上、うん、青木みたいな、こうやってバーンと塩見とか、うん、すごいですね。いやだからそれはね、俺はね一つの打順の組み方で俺はありだと思う。どっかチームやらないんですかね。やらないんだろうな。なんでですか。言われちゃうじゃん、森内だって言うだろう、うん、バカじゃないですかねって。いやいや、オフ動画で、あのカメラが回ってない、あれなんですか伊藤さんって、バカじゃないんですか、ね、あの監督はみたいな。言うだろう。言わないですけど、言わないですけどテレビ見ながらだったらポソッと言ってるかもしれない、ね、言ってるよな。いやだけど俺は、まあ、やってる人たちはアマチュアだけどさ、うん、はい、あよく考えてんなって俺は勉強になった。あ逆に、まあ、確かにその手もあるっちゃありますよね。だって回した方がいいじゃん、効率がいいですよ、回転が。そうだろう、はい、5番に置いてたら3打席っていう時もあるからね。あそうか、もったいない。でも上位に置いときゃ4打席っていうチャンスが回ってくるわけだから、うん、だからそういうことを考えると、うん、いやそれありだな、うん、あと2番打者を打てるバッターっていうのは、例えば3番打ってるバッターが2番打者になりやすいのかとか、あ4番は2番はならないだろうなとか、例えばほら阪神がやっぱね2番はね、うん、やっぱその試合の状況とか、はい、そういうものもしっかり把握しながら、うん、ここはどっちの方向に打っといた方がいいとか、うん、ランナーここだけどこっちに打っとこうとか、うん、いろいろねやっぱ考えられる頭のいいやつじゃないと無理だよ。ヤクルトの山田哲人選手は2番に持っていくことはできるんです。できますよね。だけど村上選手を2番っていうのは4番、これはない。例えば岡本選手だと、まあ、ないことはないけど、うん、考えさせるだけ嫌じゃない。うん、考えないでお前は自由にホームラン打ってこいみたいな方がいいじゃん。じゃあやっぱ2番は考えることができて、さらにやっぱり打てる選手、理想はね。はあ、頭使う。でもね、考えてない人が打ってるケースも多い、2番、うん、例えば言えないか、ちょっと言えない、ね、そうですよね。まあセリーグのチームにいるけどね。あ、いるですね、うん、あそうかってなると、まあ昔の2番と今の2番って、まあ、違いますけど、やっぱり、ね、技術が違うし、うん、でピッチャーの質だとか、うん、まあ、打線を考えたときに昔は本当に上位で点を取らなきゃいけない、うん、エース級が投げるともう本当に接戦になってたから、うん、まあ、大体もう僅差でね、うん、だからもうとにかく成功法でいくという、うんうん、もう毎回がさよならみたいなもんだよ、うん、このピッチャー対ピッチャーだったら1点取ったら勝てるとかさ、はい、2点取ったら勝てるっていうような、うん、もう本当にさよならのケースをどんどん作っていったのがバントの戦法だよ。ああそうですよね、うん、でも今どうなるかわからない、うん、100球で変わる、リリーフ陣が本当に抑えるのかっていうことを考えると、うん、やっぱ3点4点はいるだろうみたいな、うん、そうしたらバントやってる暇ないと思う。ないですよね、とかね。あ、うん、まあ、最後に今後この2番打者っていうのはまた形態が変わっていくと思いますか。俺は日本人的な野球をやるんだったら変えた方がいい。どういうふうに。これは世界に通用するような野球をしようとするんだったら、はい、他の外国人がやってるようなパワー系の野球はやめた方がいいよね。世界で勝ちたいんだったら、はい、日本で勝つんだったら勝てるよ、うん、優秀な選手を揃えるの、うん、だけど世界で勝とうと思うんだったら、うん、やっぱり2番は2番の特性を持った選手がやるべきだというふうには思う、うん、ああなるほど、うん、まあ、そこで日本球界が、まあ、どこを見据えて
やっていくかによってまた2番打者の形態は変えていった方がいいってことですね。まあ俺はね、俺はそう思うけどね。いや面白かったです。まあ、今日の、ね、第1回目のこの豊か園、はい、2番打者について話しましたけれども、はい、なんかまた一つテーマを決めてね、こう比較しながらまたね、いろいろこう取り上げていきたいなと。今後もねこの豊か園続けていきたいなと思うんですけれども、はい、最後に豊かさんから一言、はい、2番打者とはということをちょっといただいて締めたいと思います。あ、豊かさんが2番打者、はい、万能ということを言うと、豊かさんの2番打者、